皆さんこんにちは、夏木かりんです。お布団 P です。先日、名古屋市北部庄内川と矢田川に架かる橋、ふれあい橋へ行ってきました。人と自転車しか通れない橋ですが、一部の人たちには聖地と言われているみたいです。テレビをあまり見ないし、芸能関係に疎い。特に男性アイドルは全く知らない当チャンネルのボスです。ネット上の情報のみなので、もし情報が間違っていてもお許しください。名古屋出身の男性アイドル平野翔が、何かの番組の取材で自分の人生についてこの橋の上で語ったとか。でも出身は森山区大森のようだから、平野くんの人生とこの橋とは無関係みたいですね。うちの父ちゃんは中学の頃は自転車で、大学生の頃はバイクでこの辺りへ来て遊んでいたみたいですよ。まあ川の南、堤防の下からは出身中学の学区ですから、ほぼ地元と言っても差し障りないです。今日はある目的があってふれあい橋へ行くことになりましたが、駐車場がないので、あれで行くことになりました。それでは始めましょう。結果でゴー。ふれあい橋編。現在、尾張と中山道を結ぶ宇和街道を北上しています。昔は水深の浅い矢田川は歩いて渡り、庄内川には渡し船、安島の渡しがあったそうです。動画の起点となっている山神社、通称大福稲荷以外この先に古い街道を連想するものはありませんが、今では矢田川河川敷となってしまったところにあったお寺、常願寺がこの先にあります。地名にもなっている歴史の古いお寺です。正面に見えてきたのが常願寺です。え、歴史のあるお寺じゃなかったの？常願寺は元は常願寺といい、安食山田一族の菩提寺であった。本尊の木造十一面観音菩薩立像は平安朝時代の技法を残す彫刻として史指定文化財となっている。山田重忠による中興開山800年を記念し、平成21年7月1日に全面改築した。寺の歴史は古いけど、建物は超現代的といったオチでしたか。ここからは結果を押して堤防上へ上がります。ちょうどふれあい橋のたもとに出ます。ふれあい橋に到着です。とりあえず向こうの方まで行ってみましょう。現在時刻は午後1時、ところどころ何かを待っている人がいますが、1時43分開始予定のあることを見るために待機しています。真ん中の堤防に来ました。今までの部分が矢田川、堤防から向こうは庄内川です。ここからしばらくはふれあい橋からの風景をご覧ください。都市部を流れる川なので決してのどかとは言えませんが、都会の喧騒から少し距離を置いた癒される場所です。まだ少し時間があるので、のんびりと待ちましょう。先ほどから時々見える背の高いビルは、座信城北、アストロタワー、
です。高さ160メートルで建設当時は日本一高いマンションでした。名古屋市北部のエントランスのランドマークとして機能しています。すぐそこに矢田川、子供の水辺があり、川遊びができますが、大人がついていないと危険なので注意しましょう。ここからは名古屋空港に着陸する飛行機も見えます。今では便数が少なくなったので残念ですけどね。だいぶ人が集まってきました。そろそろでしょうか。そろそろですね。来たってことで、今日は愛知県の県政150周年記念、ブルーインパルス展示飛行のある日です。名古屋城上空で3つの演目が行われます。
パイロットの皆さん、お疲れ様でした。こういった広いところで一度やってみたかったタイムラプス、ちょっとだけ撮ってみました。雲の動きが面白いですね。帰りましょう。当チャンネルは名古屋を起点としたお出かけ動画を題材として、ボイスロイドやチェビオなどを音声合成ソフトによる愉快な会話で構成し、視聴者様と共に楽しめる動画を目指しています。チャンネル登録していただけば動画作成の励みになり、嬉しくてさらに頑張ります。ぜひチャンネル登録してくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。僕ら若さを失っている。未完成なままで